じゃあ行きまーす。オープン。これ2回目かな。これ2回目っぽいな。みんなはどつ？映像来てる？大丈夫？はあれっすね。船に浮かなくてもこの威力で。もうちょい前だな。映像来てる。やってるね。もっと前か。はい、たくみさんはどつ？ちょっと勉強したいんで、ご協力ください。今日どんな感じだったのか見てみたいんで。あれ、マスピースとこだ。あれ？マウスピース。映像 OK？ あれ？マウスピースどこだ？あ、カバンの。あ、一回3分、もう一回測り直してもらっていいですか？はい、あれ？これも2回目だな。もうちょい前やってるか。なんかおかしいね。この半向こうを攻めてるんじゃないですか。はい、もうちょい。こんなもん。大体カバの距離がどれぐらいですか。これ。ここ体格ですか。いや、この甲板ぐらいが角と角ぐらい。あ、結構。はい。ありがとう風船。広いですね。ありがとうね。でも動いてるとまた違うんですよ。はい。で、会場によってリングまた違うと思う。一番狭いやつって言われました。ファーストリングは。もう逃げらばなしっていう、うん、あ、行きますか。どうすか。あ、マウスピースどうぞ。あ、こっからか。あれ、マウスピースどこだ。あれ、コーヒーどこやったっけ。あれ、コーヒー買ってきたよな。マウスピースどこだ。コーヒーあったな。あ、みんな KP。 3分、もう一回測り直してもらっていいですか。はい、行きますか。はい。なんかファイトスタイルが全然違うって言われた、勝彦さんに。かけ方うまいね、やっぱり。あ、これ2回目だ。ちょっと待って、今の蹴り2回目だからもうちょい前にやってるはずなんだよね。あれ、今の1回目かな。今の1回目か。ごめん、合ってたわ。今の蹴り2回目だと思ってた。いかか。はい。申し訳ない、もう1回頭からになっちゃった。ごめんね。おお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 お
おぉ、ボストンだ。おぉ、ちょっと、おぉ、これがカウンターか。バキバキバキっつった。これ、首の骨おかしくなったもんね。振り抜かれてたら記憶飛んでたよ、これ。ダウンはしなかったと思うんだけど。あれっすね、振り抜かなくてもこの威力出る。カウンター綺麗に入る。やばい。ちょっと、バキバキ言いましたもん。カウンター思いっきり入った。ガード上げてないとダメだね。いや、マジで首がバキバキバキって。で、相手がもし振り抜いて本段だったら首の骨いってましたよ。記憶すっ飛んでたよ。軽く合わせただけで、全体重、自分の体重と相手の体重全部もらったから。俺が黒い方。いや、当たってるよ。3、4発当たってるよ、あの時。まず振り抜いてないだけで、マスだから。気づいてないね、俺。集中すると聞こえないですね。聞こえないですね。怖え。全部ピンクだったね。はい。イライラしますよ。いい感じですね。風船ありがとう。風船ありがとう。リキさん。アイテムありがとう。まあ、なんとか見せられるようにはなってきたかな。前は見れたもんじゃなかったもんね。なんとか、まあ試合にはなるんじゃないの。相手がどうだかわかんないけど。体もだんだん仕上がってきたし。いい感じでしょ。サツヒコさん、戦いのパターン変えてきたんだけど。え、雨降ってる？あれ、やっぱりこれ第2回の方だわ。降ってるよね。これ、ごめん、やっぱり第2回の方だわ。ごめん、雨降ってきた。やっぱりそうだわ。第1回の方じゃない、これ。第2回、2回目の方だ。もう一回ちょっと変えるわ。やっぱり合ってたわ。あのローキック、あ、やってるやってる。1回目と2回目があんのね。今の2回目の方。どうすればいいんだろう。ちょっと待って、もう一回探すわ。あ、これが1回目の方。確かにフットワーク軽くなってるわ。フットワーク軽くなってるね。髪型いいよね、これ気に入ってる。軽くなってるね、動き。うん。これが旅先で教わったインローね。これが旅先で教わったインロー。あの、ワイルドクソジジイに教えてもらった技。左足で蹴るっていう。悪くないっすね、ドルさん。うん。
達彦さんにめっちゃ強くなったって言われましたね。攻撃パターン増えてるって言われて、すごい褒めてもらえた。インロー覚えてよかったね。リズム感良くなってるね。全然違うわ。久々見た、久々、やっぱ1ヶ月ぶりに見ると変わるわ。やっぱヒカルくんとやったの間違いなかったね。ガードちょっと下がってるけど。マスだからわざと蹴り以外は当ててないのね。パンチもなんかいいの何発か入ってるよ、お互い。これもらったっていうの。あ、ガード低いな、やっぱり。ガード低いね。距離の取り方がっぽくなってきたもんね、お互い。あと、下がる癖と、後ろ向く癖がなくなった。パンチもらっても。スパーリング楽しみだな。ワイルドクソジジイ、インロー、やっぱ役に立ってるわ。ありがとね、いい技を教えてくれて。そうだね、もう仕上げの段階だからね。何回もやってるもん。いいね、いいね、仕上がってきたね。仕上がってきたね。盛り上がってきたね。いいじゃん。もう一回見てみようか。いいじゃん、いいじゃん。強くなってきたよ。自信ついてきたよ。つけてもいいですか。あ、いいぞ。もし当たっちゃったら嫌なんで。いいんじゃないこれ。店、金、ねえ、金払ってもクレーム出ないよ、これ。いいじゃん。亀田よりよっぽどいいだろ。そうっすね、ワンツーローもやりましたね。ありがとう、ジジイ。みんなが俺を強くしてくれたよ。みんなが俺を強くしてくれたよ。いや、後ろのカップルね、ちょっと引いてたね。カップルじゃないんだけど、スケートボードの男の子なんだけど。やっぱね、蹴りが蹴られてくるとだんだん下に意識いくからね、あ、パンチが当たるようになる。内訳覚えたのはほんとよかった。もっとミドル打とう。いいね。捨て頃は肘膝ありだからさらに危険だね。これ練習だから使ってないけど、肘もあり、エルボーがありの。で、首相撲って言って、相手を掴んで首を。組み技じゃなくて相手の首を掴んで膝蹴りとかもあり。そうっすね。足を元見ないで目線反らさないで蹴ったら最高っすね。了解です。仕上げときます。前はジャブしか打てなかった。前はジャブしか打てなかったのがなかなか良くなってんじゃないの。肘は切れるよ。ばっかり切れるよ。あざ残るよ。ガリさんこんばんは。いや、強くなってるな。はためで見てもさ、前と全然違うじゃん。一番最初と。素人でもやってみるもんだな。やってみるもんだな。
やってみるもんだよ。みんなが俺を強くしてくれたわ。おおおおおこれは、これでパンチもらいますね。右より良くなってますね。やっぱ左ばっかり練習してたんで。うん。これが1セット目で、2セット目が、2セット目がね、辰彦さんがね、エンジンかけてきたんだよ、ちょっと。これが第2回の。もう逃げればなし。ずっとやりたかったんだけど、雨降ったから帰ってきた。うん。飯食って。いきますか。よくなってるわ。左がね、ちょっとピッチ上げてきたんだよね、辰彦さんが。若干押されてるよ、左は。カウンターも1本取られてるし。あれ？いいね、いいね。どうよ。どうよ、みんな。あれ？マウスピースどこだ？どうよ、みんな。カバンの。いいんじゃね？一回3分、もう一回測ります。もう、1ヶ月後楽しみだよ。2ヶ月でここまで仕上げたんだから。ラストスパート本気で行くぜ。行きますか。はい。うん。理解できない。なんで？何してるのかまあわかんないよね。試合があるんですよ、格闘技の。この後もらうよ俺。カウンター。おーこれね。おお、ボストンだ。聞いてはなかったんだけど、火花がパーン飛んで首がバキバキっつったね。すげえ、すげえ痛かったこれ。すっげえ痛かった。バキバキバキっつった首が。星が飛んだ後バキバキっつって。多分ね、耐えられたんだけど、もし本気で振り抜かれてたらマジでやられてた、これ。体重は、俺の方が若干重いかな。いや、多分変わんねえか。身長体重そんな差ないと思うよ。うん、今俺が減量してるから、腹見た感じ、東京先輩の方ががっしりしてるから、多分変わんないと思う。うん。多分同じぐらいだと思うよ。俺が絞ったからね。そうだね、現役離れてもね、1年以上経ってるから、辰彦さんは。これロープ際だったら逃げ場なかったね。なかなかいい場面だね。いや、ワズド逃がしたの。あのまま、もう、KO 取れるって分かったから。だから危ねえっつってやるじゃん。あれは、辰彦さんも負けたって分かってるシーンなの。俺も勝ったって、うん。あれだって膝、あえて蹴ってないけど、蹴り上げたら死ぬからね。あんだけ体勢低かったら。うん、あれは俺の勝ちのシーン。カウンター取ったのは、辰彦さんが振り抜いてたら勝ってたの。よし、聞こえないっすね。聞こえないっすね。いいね。まあこんな感じでした。今日の練習は。まだまだスパーリング、どんどんやっていくんで、ぜひ、皆さん応援よろしくお願いします。応援よろしくです。ウィス。いや、面白いね、やっぱりね。と、コメ欄がずれてるね。見応えあったんじゃないの？
リセマラ？リセマラって何？うん、何リセマラって何の話だろう。いいんじゃない？興奮した？リセマラがよくわかんないけど、面白かったね。いやいや、強くなってるわ、強くなってるわ。そんなに自信なかったんだけど、やっぱ積み重ね大事だわね。え、強くなってるよね。スタミナ上がってないもん、2ラウンド終わってもまだいけたもんね。え、これはいいよ、これはなかなかいい感じだよ。やったの？うん、うん、au、その、ky じゃね？全然意味わかんないんだけど。うん、いや、面白かった。今日は、まあいいね。体もだんだん仕上がってきたし、だんだんファイターになってきたよ、ファイターに。うん、また来てね、ガリさん。これに出るんですよ。捨て頃って言って。格闘技祭。格闘技イベントに出るんです。おやすみ。今なら多分ドルさんにパンチ一発ぐらいは当てられるよ。俺今ならドルさんにパンチ一発ぐらい当てられるよ。倒せるかっつったら倒せないけど、パンチが当たらねえって言って悔しがってる頃の俺じゃないよ、もう。いけるぜ。女の人はね、いや、当たりますよ。当たりますよ、絶対。100% 一発当てろっていう課題だったら、絶対当たります。絶対当たる。だって、ストレートの、ステップインストレート、ドレさん用に、俺ドレさんに当たらなくて悔しくて開発して、実はその前からずっとやってないんですよ。ドレさん忘れてるかもしんないけど。実は結構時間経ってますよ、あれから。結構時間経ってる。あの頃の僕じゃないっすよ、ドルさん。俺はドルさんに褒めてもらいたくてずっと苦しいトレーニングを耐えてきたんだ。ない頭使っていろんな強い人とやってボコボコにされて。3ヶ月でやり残したことがないようにしないとね。タイマーゴンタ、あ、ありがとうございました。今振り返ってたところなんですよ、タイムシフト、うん、タイムシフト振り返ってました。カウンター痛かったっす。カウンターガード上げなきゃっていうのを改めて思いましたね。ありがとうございます。また勉強になりました。次多分ドルさんとリング借りてやるときはやりましょう、やりましょう。試合前に試合やりましょう。仕上がってきたな。まだいけたね。まだいけた。まだやれる。まだ俺の限界じゃない。まだ俺はいける。強くなれる。ギャグメイツさんいらっしゃい。
俺はね、サイヤ人の元ネタは地球人だと思っててさ。ノンタは昨日警察に突き出しました、僕は。旅はね、今中断、捨て頃って言って試合があるんで、捨て頃までトレーニングもう時間ないんで、これやってます。これの練習。今日もスパーリングやってました。彼女は警察に突き出しました。ドレさんとやりてえな。ああ、まあタイムシフト見て、うん、タイムシフト見てください。処置入院じゃないの、わかんないけど、うん、あ、病院でしょ。あ、家族が引き取るっつったらねえ、そう思うだろうし。俺は捨て頃かって心ちゃんのハート痛めるよ。心ちゃん見に来るから。心ちゃんは勝ったらときめくって言ってたから、格闘技大好きだって言ってたから。なんか今度のスパーリングみんなフルリンチ食わらないために渾身の力出そう。僕まだまだいけますよ。僕まだまだいけますよ。ドレさんには俺本気出していいっていうルールあるから、うん、今日のは6割ぐらいのマススパーリングじゃないですか。本気で振り抜いていいんだったら、俺はドレさんには、俺はドレさんは師匠だから、あの人はケンシロウの世界に生きてる人だから、俺は本気で殴っていい人だと思ってるから、うん、そう、俺はドレさんの時だけ本気出す。ドレさんは2割ぐらいの力でしか俺のこと殴れないから。ドレさん優しいから。ドレの剣は味方にはこうフルでは打てない。それドレさんの弱点だから。そう、ドレ流剣法、ドレの剣最後の継承者だから俺。タイムシフトっていうのは録画のことね。うん、昨日の放送 YouTube でも見れるから、どうなったのか知らない、何か気になったらタイムシフト見ると全部わかるよ、うん、俺にも、俺壊れるわ。ドレさんと達彦さんにボコボコにされたら壊れるわ、うん、俺っていうかね、ちょっとドレさんに謝りたいなと思ったのがね、俺ドレさんの放送リプ金なの知らなくてね、結構リプしちゃってたんだよね。そう、この前さ、うちの放送リプ金だよって他の人にキレてて、あーやべえ申し訳ねえなーと思って、それだけ今度ドレさんに謝ろう。結構リプ飛ばしちゃってたんだよね。リプ金機能も欲しいよね、配信者側でリプ勝手に強制的にできないようにする機能さ。俺の放送一つしかないよ、ポツマルさん。あーでも不完全燃焼だな。トレーニングちょっともうちょい追い込みたかった。今日はいいっすか、すいません本当に。それだけね、あ、ちょっと礼儀知らずだったなと思って、知らなかったんですよ、うん、相手はねテルチャンピンって言って、スポーツ万能なね子だね。俺の左隣にいる、ポスターの左隣にいる子がテルチャンピン、ふわっちの配信者だよ。ふわっちの配信者。昔のさファイトの録画見る？昔のファイト過去どんな感じだったか見てみる。ゆっくりゆっくり追いかけてみようか。今度試合終わったらさ、今までのスパーリング動画を全部集めて総集編作って振り返ろうよ。それ面白くない？ドレさんともやった、達彦さんとも4、5回やってる。で、タイガーとやったでしょ？あと、よい子さんやったでしょ？空手家の猫王さんとやったでしょ？ヒカルくんとやったでしょ？
あとクソジジイにも教えてもらったし、ありがとう。勝つよ。勝ったら花火ちょうだいね。ご祝儀ちょうだい、一発ずつ。絶対勝つから、絶対勝つからさ、勝ったら花火くれよ。俺に1000円投げて、頼むぜ。命かけてリング上がるから。和道リスナーは本当は強いんですって言うから。配信者は本当に強いんです。ご祝儀手渡し、うん、まあ手渡しも嬉しいけどさ、まあ命かけてファイトするから、いい試合絶対するからさ、和道の試合最高だったよって言わせるからさ、その時はさ、よろしくね、ご祝儀ちょうだい、気持ちよくさ、和道よかったぜって絶対いい試合見せるからさ、みんなが興奮するさ試合、3ヶ月バカみたいに走ってきたんだから絶対見せるからさ。そう、ニートは本当は強えって、30歳のおっさんなめんなよって、うん、ありがとうね。あと1ヶ月だね、本当に。今日10日だから本当に1ヶ月。で、ラスト1週間は練習しないんですよ。みんなから止められてるから。便所太郎さんにも1週間前は、普通らしいんだよ、格闘技の世界って。1週間前は練習ストップするんだって。だから残り20日。俺に残された時間は。残り20日です。頑張ります。あ、了解です。よろしくお願いします。会場結構早い時間に僕入ってるんで。前日か、滑り止めスプレーお願いします。あと今まで僕のことを応援してくれてたリスナーさんには、試合で勝ったら捨て頃のメダルがプレゼントされるんですよ。そのメダルを一人一人首にかけて外へ写真撮影しましょう。俺が勝ったら、リスナーさんも一緒に戦ってきたんだよって、達彦さんとかゆうゆうさんとかに首に一人一人にかけるから、うん、あ、ぬるぬるじゃなくてリングの上が滑るから、足に滑り止めのスプレー、要は自分がこけないためにやるんです。そういう卑怯なことはしないよ。それは別に全然許されてることだから、滑り止めスプレー足の裏に塗るだけ。うん、そうそうそう、俺はそういう卑怯なのは大嫌いだから。登場パフォーマンスとかぶっちゃけない、ごめん。もう本気でやるから、受けは狙わない、一切狙いません。本当に青山を殺しに行きます。申し訳ないけど、配信的に盛り上げるつもりはない。相手がガチンコなんだっていうのを見せつけるから。そういうのは金梅さんとかの試合で期待して、そういうニコ生的なパフォーマンスっていうか。俺は3ヶ月本気で自分の体いじめ抜いてきたから、それをみんなに見せたいだけ。相手殺すつもりでやるからさ、殺すつもりっていうか殺すよ。みんな公開殺人見れるからね。練習しなくたね、舐めてたやつはこうなるんだぜっていうのを見せてあげるよ。目はね、なんとかなると思うよ。ヒカル君はちょっとさすがに 0.03 とかだから、もうレーシック絶対やってって言ったけど、俺は多分ね 0.5 とかだから
分大丈夫だと思う。不安はあるけどね。うわうわうわ。うわ壊れた。プレステ壊れた。やば。うわうわうわ、外れた。プレステ壊れた。何これ。え、何これ。プレステ壊れたんだけど。やば。え、どういうこと。え、プレステ壊れた。え、ギーギー言ってるギーギーって言ってる。プレステが踏んづけちゃった。やば。え、どうやってやんのこれ。ギギって言ってるクワガタみたいな。やばいやばいやばい。え、なんでこんな音すんの。え、なんだこれ。え、え、やば。いや、使わねえし。関係ねえ。頑張ります。K1 みたいな登場パフォーマンスないよ。ないないない。素人の試合だから、そういうテレビとかみたいなのは無理よ。うん。電車代こじってる、うん、こんばんは高谷さん。いやー仕上がってきたなマジで。喧嘩でねいじめられっ子に何回も殴られてきたけど、早く習っとけよかったな。こんなこじれた性格にならなかったもんあいつらに見返してやりてえな。俺のことを今まで散々ぶん殴ってきたやつら。どうだろうね。心が強くなったね少し。今更復讐とかはしないけど、いじめられっ子だってよ。俺なんか学校にいたらお前らいじめるだろう。配信者でさ受けるようなやつはみんないじめられっ子なんだよ。こんばんは。みんな、達彦さん、今日スパーリング付き合ってくれた達彦さん、ここで放送やってるからみんな見に行ってあげて。フォローしてあげて。うん、俺はいじめられっ子だよ。ここでみんな、達彦さんやってるから、和道からって言って、和道リスナーさんみんな感謝してください。達彦さんにお礼言ってきて、
今 URL 貼ってるぞ、下に。俺ね、最近なんだよ。ここ3ヶ月間ぐらい肉体改造したから腕太いよ。ほんとは細い細いなんだよ。今日みんな、達彦さん、お世話になったからさ、みんな見に行ってあげて。今日スパーリングやってたの、さっきまで。そう。で、俺のことを強くずっと修行付き合ってくれてるからさ。フォローして、達彦さん。そうそうそう、鼻息ふんがふんがしたりとか、コンパスの先でブスって刺すタイプで、僕のこといじめないでーっつって、コンパスでブスってお尻刺すタイプ。そうそう。一番やべえやつ。一番やべえやつ。そう。そう、パニックになりながらキレるタイプ。コンパスだから絶対致命傷にならないんだ。かぐらちゃんこんばんは。怖がってる閲覧増えて。配信向いてねえわ。うん、みんな見に行ってあげて。うん、あ、そうなんだ。中学校時代の先輩ブログで紹介してた。報復はしたくはないけど、うん、あの頃強くなりたかったな。神様にね、神様助けてって何度も言ったけど、神様なんていなかったからさ、やっぱ自分が強くなんないといけなかったんだろうね、うん、不登校にもなっちゃったし、復讐は過去は変えられないけど、うん、でも、うん、今なんて言うのかなって、バトルやっても興味ないよ、興味ないよ。過去は変えられないよ、うん、みんな達彦さんの枠行ってあげてね。で、今日スパーリングしてくれてありがとうって一言お願いします。よろしくです。そうだよ、でもまあ俺は自分の試合で頭いっぱいだな。人の試合笑ってる暇なんかないよ。やらなきゃやられる側だから。一生懸命やってる人を笑うのは良くないよ。ねえ、やっぱ一生懸命な男かっこいいよ。うん、造船すごい、みんな褒めてるよね。しかもなんか上ブログってあいつ4年ぐらいジム通ってたらしいよね。あ、ありがとうマキちゃん。うん、フォローもちゃんとしてね。達彦さんとは今後とも付き合っていく配信者だから。一生懸命やってる人をバカにするようなやつは俺は嫌い。弱くたっていいから、戦ってるやつを笑ったらダメだよ。それは自分が戦ってないから人のことを笑えるんだよ。戦ってるやつは人の頑張ってる人とか弱い人をね、一生懸命やってる人をバカにすることなんかできないよ。ダメだよ絶対そんなの。そんなのは人としてダメだよ。保険はかけてねえよ。俺のことは笑っていいよ。俺のことはいくらでも叩いていいよ。配信者だから。ただ応援はしてくれよ。頼むぜ。みんなが頑張れって言うたびに俺は強くなるんだよ。もう一人のワードほっといていいよ。もう一人のワードってなんだよ。
拳痛えな。怖いよ。怖いから練習してるんだよ、俺は。怖いに決まってるじゃん。俺の練習量は俺の弱さだよ。いつも言ってんじゃん。怖えよ。人を殴ったことないんだから。人を殴ったことない、喧嘩したことのない、スポーツすらやったことないんだよ。そんなさ、引きこもって配信ばっかりやってるさ、元生活保護のニートのさ、やつがさ、リングの上に戦うんだよ。相手24歳のスポーツマンだよ。殺されるわ。そうそうそう、うなちゃんマンコね。保険かけてねえって、うるせえよ。和道やドルさんが一生懸命頑張ってるのに、ユウがあいつら三流配信者と煽ってたから、さすがに腹が立ちました。いいんじゃない？配信では俺は一目置いてるから。ただ人間としてはクズ野郎だと思ってるから。文句があんなら来いよ。犬目の骸骨。俺より強いんだろう。いつでもいいぜ、やってやるよ。俺は逃げねえよ、てめえと違って。自分より強いやつとしか俺はやってないから。自分より弱い人をいじめるようなやつは俺は嫌いだ。俺は強いやつでやってきたから。だからドレさんを選んだんだよ。ファイターなの知らなかったけど、この人は強いっていうの分かってたから。そう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 。自分、だから弱いからそういうことを言うのよ。自分を鼓舞しないと、やっぱり。自分に言い聞かせないと。そういうタイプよ。そういうタイプよ、俺は。弱いから吠える。本当に強いやつは吠えないよ。おう、評判いいね。ありがとうね。評判いいよ。もしよかったらさ、俺の YouTube に素材いっぱいあるし、俺のタイムシフトからいろんな素材引っ張っていいかんな。うん。好きなだけ使っていいよ。俺の YouTube と、あと、俺のタイムシフトから素材引っ張っていいよ。うん、俺言ったらドレさんもちょうど孤名してて怖がってた。何が怖がってたの？ドレさんが怖がってるって何？ドレさんが怖がってる？うん、どういうこと？寂しくなったけど、まあしょうがないでしょ。あんま言わないで。多分ね、俺のジャブは、結構いいよ。俺のジャブは。俺のジャブは結構いいよ。あ、そうなんだ。知らない。ステップインジャブって言って、すごい遠くから踏み込んで、で、結構、マストレートでこう、なんつうんだろう。ジャブって言ってもいろいろあるんだけど、そうね、拳がそのままでかくなってくんだよ。だから、直線的で動きづらい。フェンシングみたいな感じで、すっごい遠くからパンって気づいたら、パンって当たる感じだから。勝つか負けるか分かんないけど、俺は相手を殺すよ。うん。おー、なんでなんでって。ああ、そういうことか。達彦さん怖がってたのね。うん。ステップインジャブなんだって。ああね、厳密に言うと、俺は、ドレさんにジャブを教わって、一発も当たんなかったの、ジャブが。ドレさんに全部かわされたのね。3分間だよ。すごい打ったのに、で、ボン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 当てられて、悔しくて悔しくて。で、俺は遠くの前から、パンチもらわない距離で打ってたの。絶対当たんないのよ。で、悔しかったから、被弾って言うんだけど、相手のパンチもらう覚悟で、遠くから一気に踏み込んでダッシュして、思いっきり突き伸ばすストレートっていうのを自分なりに、
に教わったわけじゃなくて、自分なりにやったのよ。そしたらみんながすげえ褒めてくれんの。そう。あれは左ストレートだよって。ステップイン左ストレートって言って。そう。それが一番最初に覚えた武器なのよ、俺の。自分で自信持ってるパンチ。で、自分でオリジナルで、自分で考えて、考え抜いて。もちろんそういう技術はあるらしいんだけど、ない頭で必死で考えたのよ。教わったわけじゃなくて。それが初めて人に褒められた技なの。そう。だからずーっと磨いてきたの。多分ね、やられたら嫌だよ、これは。うん。やられたら嫌だよ。俺のツイッターアカウントはフォローしてる人限られてるよ。やって身につけた。悔しくてパンチが当たらなかったのが悔しくて、捨て身のステップインストレートを覚えたの。だけど、そのストレートっていうのが今では武器に変わったの。ドレさんも褒めてくれるし、達彦さんも、もう対戦相手は全員この技を覚えたから、左が嫌だってみんな言ってくれる。左がめちゃめちゃいいって。俺の自信のある技。倒せるパンチじゃないんだけど、正直言うと。中にはね、お世辞を言ってくれて、これ倒れますよって言ってくれる人もいるけど、そう、倒すパンチじゃないのね、ジャブだから。だけど、うざいのよ、やられた方は。ひょんな間合いから飛んでくるから。要はガード下げてるところとか、油断して絶対ここパンチ当たんないだろうって油断してるところにボンっていきなり入ってくるの。だから、今日つく技なんだよね。相手の印象は反射神経良かったね。反射神経がめちゃめちゃ良くて、俺よりスタミナがあって。やっぱスポーツマンって感じ。目もいいし、反射神経もいいし、パンチ当たんなかったね。うん。あのね、なんで俺がボディあんまり打たないかっていうと、ハードパンチャーのボディ何発ももらったんだけど、16オンスだと効かないんだよ。俺自身がボディもらっても効かないの。だから、その、捨てパンチになっちゃうのよ。嫌だけど我慢したらこんなのほっとけになっちゃうのよ。だから、だったら膝蹴りとかの方がいいんだよね、俺は。ローキックとか。だからもう捨ててる。ボディは打つ気ない、俺は。16オンスだと無理。8オンスとかだったらね、訓練してボディ打てるようになったらいいけど、キックボクシングの前蹴り上げた方が強いからさ。応援ありがとう。素直に嬉しいよ。だから俺は今回ボディ捨てて、その3ヶ月の中で技1個覚えるのも大変だから、もう一つ一つ覚えていった基礎を。一つ一つ。うん。で、今自信のある技っていうのは、まずステップインジャブ。それからワンツー。うん。ストレート系ね。まず、その、距離の近くなったフックなんてぶっちゃけ体重乗せれば誰でも打てるし、難しい技術なの、フックとかって。で、フックが当たる距離っていうのは、もうインファイトって言うんだけど、相手の攻撃ももらう距離だから技術力がないといけない。でもストレートって、遠くからの中距離、ミドルレンジって言うんだけど、これを綺麗に打てるようになると、試合を制すことができるって分かってたから、体感で。ボクシングはみんなジャブから教えるっていうのはそれなんだよ。距離を測って、うざがらせる。だからまず左を徹底的に覚えて。で、ワンツー。要は倒せるパンチね。このストレート系を覚えたの。で、今日初めて左フックを教えてもらったのね。ワンツー左フック。うん。そう。16オンスってどれくらいでかいかっていうと、うん、そう、距離なんだよね。で、ローキックを次に教わったの。ただ、ローキックはヒカルくんとの、練習中にもう、兆候は出てたんだけど、左足首と左のすね骨折してんのね。左足首はもう捻挫。もうこれ癖になってんの。いつもパンパンに腫れてて、実は蹴り込めないのよ。で、剥離骨折って言うんだけど、骨の薄皮みたいなのがあるのね。それが剥がれちゃってるの。だから、蹴ったら痛くなって、右ローは結構褒められてたんだけど、重たくていいって言ってたんだけど、俺の足がついてこなくなっちゃったから、今度左足で蹴る練習したの。それは旅先でのこと。で、そこで、独学で格闘技やってる人で超強いおっちゃんがいて、ワイルドクソじじいさんっていう人なんだけど、その人がずーっとコーチをしてくれて、左のインローを覚えて帰ってきたの。今日それ使ったの。左のインロー。うん。だから、今覚えてんのは、右のステップインストレート、ワンツー。で、ワンツーからのワンツー、ブラインドね。
ワン、ツーで右を捨ててブラインドして、こっから真下を蹴るの。だから相手は見えないっていう右蹴り。あとワン、ツー、インローね。そう。ブラインドって技もドレさんから教えてもらってる。で、最近覚えたのが、こうやって右振って、反射神経ずらして、ジャブ。相手が反射神経いい場合引っかかるからとか。そう。あと前蹴り。右前蹴り、左前蹴り。あとは膝、肘。うん、あと、一番は、クリンチは、クリンチをしてきた時のドレスペシャルっていう必殺技がある。前蹴りは結構褒められたね、今日。距離を測る、押し出す前蹴りなんだけど、俺は実は水月蹴りっていうのを持ってんの。空手やってるから。空手昔習ってたから。そう。水月蹴りも試合では見せられると思うよ。隙があったら。うん。うん、インロー良かったね。インロー覚えたから、すごい。インローが何がいいかっていうと、ジャブに合わせられんの。ジャブの打ち終わりで、パンって相手がジャブ打った時に、右が来るでしょ？右が来る前にバンって蹴れるのよ。そう。鉄馬いらっしゃい。だから今日、これは覚えて本当に良かったと思う。インロー。ドルさんから奥足アウトローも覚えろって言われたんだけど、間に合わないね。ちょっと。で、ドルさんから教わったんだけど、身につかなかった技もいつもあんの。水月蹴りっていうのは、普通、こう、側面、足の側面で、こう、ボンって押すのよ。要は距離を測る技なんだけど、水月蹴りっていうのは、足の甲っていうのかな、この辺の部分とか、つま先とかを固めて、ここの胃のストマックに下から突き上げるの。それを前蹴りでやって、ここをバチンって。だから、お腹に力入れてないで、そのつま先がバンって奥まで、ストマックまで入るのよ。胃を破る技だね、空手の。水月蹴り。そう。だから俺はもう最初の2ヶ月とか1ヶ月半はジャブしか打ってなくてバカにされてたよ。フック打て、アッパー打てって。これは空手の時から、小学生の頃だけど、小学6年生吐かせたこともあるから。水月蹴りは見せない技だね。練習中見せてない技。そう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 。そう空手の。俺はね、五十流っていう空手、柔らかい空手よ。極真とかってバチバチに行くけど、こう、肩が綺麗な、こう、柔らかい。三鎮立ちって知ってる？こういう風に寝れ足でこう、ピシッってやるんだけど。すごい柔らかい空手よね。うん。肩が綺麗で有名な。フルコンではない。うん、そう。もう踊りっていうか、武道みたいな型で。そう、五十流っていう、空手の四大派閥、沖縄にあるんだけど、その中の一個だ。で、強いっていうよりも、型が本当に有名。五十流は型が綺麗っていう。うん、まあでも、小学生の時に2年ぐらい習ってただけだから。あ、五十流なんすか。うん、そう。五十流、型綺麗ですよね。本当に綺麗。だから空手の先生とかおじいちゃんだったんだけど、すっごい綺麗なの。ピシッ。もう忘れちゃったけどね、でも。まあ一個でも、一発の技一個でも身についてたらなんとかなるよ。本当にさ、みんなさ、コンビネーションがどうとかさ、そうそうそう、流れる感じだよね、本当に。で、流れから急にピタッて止まる感じだよね。ピシッて。もう足とか全部連動してんの。そう。で、三鎮立ちってこう、キュッ、キュッて。だから、ちょっとね、技の鍛える部位とかが独特なんだよ、五十流って。足の指とかを徹底的に鍛えるのよ。で、足の運びとか。うん。五十流、まあ、多分 YouTube で見たら出てくると思うよ。なんかね、こうね、中国拳法みたいな、ゆらーピッみたいな、ピッみたいな、すごいの。だから、なんだろう、極真とかだと、パッパッパッって動くんだけど、それがこう、ファッってこう、ファッってこう、すごい綺麗なんだよ。こう、動きがファッって
って止まるの。パッって。そう。なんかね、柔らかさとね、その、ピタッって止まる感じがかっこいい。五十流は。これはね、多分でもやってる人しかわかんないと思う。空手の。うん。いろんなね、いろんなところがあって。でも、俺は、あれだよ、白帯だからね。ほんと、習い事だよ。小学生の時にやってた。小1から2年間とか。だから、俺強い自慢じゃないからね。そこ勘違いしないで。俺は本当に弱い人間だから。素人がどこまでやったら強くなるのかっていうのが今回のテーマだから。それだけ覚えといて。極真はね、もう力でゴリ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 押していく感じだよね。本当にタフ。極真は。あ、実践空手って言われてるの分かるよ。顔面ないんだけど、その本当にタフ。ボディなんか効かないよ。鉄拳だから全員。極真は本当厄介。ゴリゴリもう二人とも下がること知らないよ。バチバチボディ殴り合うんだもん。で、蹴りで顔面。蹴りありだから。バチーンって蹴るの。俺はね、本当のこと言うとね、キックじゃなくてボクシングルールでやりたかったんだよ。ボクサーに憧れてた節があるから。まあ、何の因果か、ムエタイルールになったけど。実を言うと、俺の親父、プロのキックボクサーだったんだよ。そう。だから、ねえ、うん。おじさん親父の弟は、相撲取りなのね。だからもう格闘一家なのよ。で、体が弱くて子供の頃から、もう病院にずっと入退院繰り返すような子供だったから、親が運動させなかったの。この子はダメだって。うん、喘息持ちだし、小児喘息持ってて、もうずーっと呼吸器つけてて、ずーっとヘルペス、もう顔中ブツブツだらけで。で、運動するともうダメだっていう。だから運動をさせたらダメって子供だったのね。だから妹とか弟とか、弟はバスケの主将やってるし、妹は、本当に、その競技、陸上やってないのにソフトボールなんかで県大会取っちゃうような、もう運動神経抜群なの。母親もスポーツマンで、ソフトボールなんかで全国大会優勝してんのよ。キャッチャーで。だからもうスポーツ一家なんだよ、本当は。でも俺は子供の頃から運動が嫌いでさ。うん。まさかね、こんなことになるとは思ってなかったよ。何の因果か。わかんないもんだね、人生って。親父が見たら笑うんじゃないの。ダメだよって。親父が見たら爆笑すんだろうね。お前舐めんなよ、格闘技って。体重ある方が有利だと思ってたんだよ。それで、60何キロしかなかった。結構痩せてた体重を、痩せてたっていうか、まあ、だらしなかったんだけど、筋肉もなかったんだけど、20キロ増やしたの。82キロまで増量したんだよ。だけど、そしたら今度動けなくなっちゃって。うん。だったら、筋力残したまま絞ろうと思って、スタミナ上げるために。うん。ツイキャスでユカリンってメンヘラ女に名前売ってきてって言われたので来ました。今配信中なんで見に来たね。失礼だよ、そういうことやるのは。面白かったら人が集まるんだよ。うん、そういうことしてると嫌われちゃうよ。みんな必死になって閲覧集めたいんだよ。うん、その中で自分のリスナーさんを大事にしてるのよ。うん、本当に面白かったら話題に上がるでしょ。うん、リスナーさんにそういうことさせるっていうのは二流がやることだよ。二流どころか三流だよね。うん、それは止めてあげな、本当にゆかりんの囲いなら。本当にユカリンっていう人に才能があって、この人伸ばしたいと思ってるんだったら、そういうのを今すぐやめさせた方がいいよ。見に来てくださいって言って見に行くわけないでしょ。みんなそれぞれ自分たちが面白いと思ってる人のところ行ってるんだからさ。増量は食いまくったね。とにかく食いまくった。今減量してて腹だいぶ引っ込んだけど。
そんなことする前に、自分のリスナー使って、そう、宣伝売名してこいっていう前に、自分が挨拶回り行くべきだよ。私配信者で閲覧欲しいんですけど、アドバイスくれませんかとか、コラボとかに積極的に上がったりとか、やることあるでしょ。リスナーさんは道具じゃないよ。ワドツー、J さんはワドツーです。今すぐやめさせた方がいい、その行動。そんなに甘い世界じゃないよ。体を大きくして守り固めてカウンター一発。いやー、あのね、それはね、多分ね、やったことない人ですよ。3分間動けないから。俺の最初の頃3分間でもう気絶するかと思うぐらい横隔膜がせり上がって息ができなかったのよ。うん。あ、まあ、米とかですね。米肉なんでも。うん。で、俺は、やっぱ配信者だから、格闘家じゃないから、勝つのは絶対なんだけど、盛り上げる試合がやりたいのよ。ぶん殴り合うっていう。ガード固めてるのなんか見てて面白くないじゃん。金払ってんのよ、みんな。5000円とか。で、みんながこれが見たかったんだよっていう、バチバチの殴り合い見せたいからさ。うん。それは有効だよ。だけど面白くないよ、見てる方は。うん。そう。今日も練習したんだけど、見る？今日の練習見たい人手挙げて、スパーリング。そう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 。みんなね、実際やるのとね、なんつうの、みんなプロの試合とか見慣れてるからさ、3分なんかグローブが鉄のように重たいよ。うん、もし、見たかったらまたスパーリングの動画流すけど、今日の。見たい？見たかったら手挙げて。うん、オッケー。じゃもう一回見ようか。今日の動画振り返ろう。時間帯も入れ替わったんで、もう一回流します。三便手合わせたんですけど、やっぱ反射神経恐ろしくいいっすね。はい、ああ、やっぱスポーツ選手。当たんない、当たんない。もう接近戦なら絶対勝ちますよ。そうですね。はい。そうですね。はい。絶対いけます。ただ体力もあるんですよ。やっぱり走り込みやってた時にスピード感もあるし、スピード反射神経、体力はやっぱやってたなっていう、その運動を。はい、ワード2、見えてる。ごめん、なんか止まっちゃった。じゃあ行くよ。この辺かな。どうしたらいいんだろう。どの辺だろう。ちょっと待って、うん、この辺から見ようか。じゃあ楽しんでってください。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。初見さんいらっしゃい。何やりましょう。今の多分あんま有効じゃないです。なんか有効な練習を教えてください。有効な練習。散歩30分、縄跳び10分。縄跳び10分の方が効果あるし、辛いですね。でも暗いんで、あと危ないし。危ないです。逆に怪我とかしたりしたら、試合に前に。映像来てる？大丈夫？約束稽古。映像来てる？みんな。どうしたらいいんだろう。映像来てますか。よく僕らよくやってたのマススパーで当てずに、うん、グローブつけずに当てずにも自分のその間合いだけ確認したりとか、はい、よくやってましたね。足も当てない。足は当てます。Okay、当てもその、はい、こう、はい、こう、はい、OK、はい、じゃあそれ、はい、グローブって感じで、はい、つけててもいいですか。はい、そう、あ、もし格闘技頑張るよ。タクさんありがとう。はい、こんな感じだったね、今日は。
潜って見てる？ ありがとう、ナベルさん。ガード低かったね。もうちょい上げないとね。意外とね、俺目いいからね、目に頼っちゃうんだよね。ガード低かった。ダメだった。そこは次までに改良しておくよ。試合までに。うん。そりゃそうだろ。だんだんでかず、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。疲れてくんだから。みんなそうだよ。ちなみにこの前に40分ぐらいトレーニングやった後にやってるわけだから、うん、相手本当のファイターだから距離いいね、うん、感じですね。やってますね、だいぶ。クターンの話、クリンチしちゃえばいいですもんね。そうそう、で、はい、話してボッコボコにすればいいですもんね。はいはい、すいません、距離感待つないです。いやいやいや、申し訳ないです。攻撃がヘッド、ヘッド寄りになってます。上下に打ち分けて。ヘッド寄り？やったよな、いやいやいや、全然蹴ってたでしょ。全然蹴ってたよ。経験者じゃないですよ。あの、大会が決まってから始めました。ね、もう大体分かってきた。でもね、本当のスピードのスタケジじゃないのよ。だから、うん、あの、経験はないです。なんつうの、スピード的には6割ぐらいのゆっくりのモーションだから掴めたけど、多分、本ちゃんのでも掴めたけど、嫌だよ、あれ。ミドル。お疲れ様です、セルさん。めちゃめちゃ蹴ってたよ。多分途中から見たからでしょ。もう一回見てみる。めちゃめちゃ蹴り入れてるから。じゃあそれ。めちゃめちゃ蹴ってるから。もう一回見てみて、指折る分。多分途中から見て口出すのは野暮だよ、うん。途中から見て口出すのは野暮だよ。内訳ちゃんとやってるから。そうじゃなくて、最初に下の方蹴ってるから、上の、上が当たりやすくなってるからやってるんだよ。うん。お、3ヶ月前人、運動もしたことないよ。ちゃんと蹴ってるでしょ。うん、途中から来て口出すのは野暮だよ、うん。蹴りで散らせてからちゃんとやってるから。うんうん、計算してやってんのよ。うんうん、でしょ？蹴ってるでしょ？うん、そう。めちゃめちゃ蹴ってるじゃん。これで打ち分けできないのかっていうのはおかしいでしょ。そう。意識を下に持ってってから上に持ってってるのよ。蹴り、むしろ蹴りの方が入れてるわ。うん、全然蹴ってるよ、うん。前よりね、動き軽くなったね。めちゃめちゃ良くなってるよね。俺も自分で今日の動き見てびっくりした。今日体調良かったんだよ。これ40分動いた後この動きだから、まあ悪くないよ。前よりファイターっぽくなってきたもんね、うん。見えてる見えてる。そう。ただね、次のラウンドでカウンターもらうからそれも見せるよ。次のラウンドは確実にカウンターでもう伸びてた。あれ、本ちゃんで打ち抜かれてたら。蹴りいいでしょ。これ旅先で教えてもらったの。うんうん
多分この辺から見たんだよ。な、指折れグッズさん、この辺から見たんだよ。これは、多分そうでしょ。この辺から見たんでしょ。これは蹴りもあるよって教えてて、相手に印象をすり込ませてパンチに持ってったの。後半のラウンド。うん、多分この辺から見たんだよ。多分正解だと思うけど。うん、でしょ、うん、でしょ、うん、次のラウンドもちゃんと見せるから。うん、要はね、蹴りのモーション盗まれるのも嫌だったから、あの、蹴り次のラウンドからもう一回やり直そうと思って。これ、パンチもありますね。今のは相手のミドル掴んだところで。こんな感じね、1ラウンド目。3分間。3分間こんな感じ。次は、次のラウンドがカウンターもらって、もう確実に伸びてたんだ。向こう3点ぐらいか。もうちょい。こんなもん。大体、トカドの距離がどれぐらいですかね。ここ体格。この辺かな。あ、マウスピースは。あれマスピースどこだ。あれだいぶ仕上がってきたよね。あれマウスピースどこだ。あ、カバンの。あ、一回3分、もう一回測り直してもらっていいですか。はい、いいですか。はい。この後もらうから見てて。この後もらうから。これ。ここで左フックもらうから。左フック見てて、相手の。見えなかったね。早くて見えなかった。これは痛かった。これはカウンターか。バキバキバキっつった。大丈夫、大丈夫。これ危ないね。これ相手にやられてたらもう一発 KO だったね。はあれっすね、振り抜かなくてもこの威力出るんですね。そうなんですよ。もう合わせだけ、軽くちょん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 。はい、ちょんちょん。バキバキ言いましたもん。危ねえ、カウンター。完璧狙われてた。で、あの、右、左手をこう、チラチラって動かせて、そっちに目線を行かせて飛び込ませてカウンターもらったから、カウンターめちゃめちゃ、あれ振り抜かれてたら、もうほんと意識飛んでたね。星が飛んだもん。軽く合わされただけで。綺麗にカウンター入ったのは今回初めてだから。ほんとは倒れなかったんだけど、あの後戦えなかったと思うよ。ツッコミっていうかね、あのね、ちょっと解説をすると、この前に、このね、ちょっと前に、左をチラチラさせてるんだよ。見せようか。左手を、相手の左手を、こう、釣りの、要はチラチラってやってるんだよね。ボクサーがよくやるんだけど。ほら。左手で誘ってるのわかる？要は反射神経、目線をずらさせて飛び込ませようとしてんの。そう。ほら。左をちょっと上げたり下げたりしてるでしょ。そう。それに釣られちゃったの、俺。もう要はカウンター狙ってたんだよ、最初から。で、わかってたんだけど、その、飛び込んで潰してやろうと思ったの。この後ね。で、左から左だったから、ほら、やってるでしょ。ああ、これ。そう。これに釣られたんだよ。いや、考えてるよ、みんな。この人は地下格闘技25戦の人だから。地下格闘技でもファイター25戦やってる人なの。だから、いろんなパターン持ってるの。おお、これがカウンターか。バキバキバキっつった。うまいよね、フェイントね。う
あ、テルチャンピオンこういうことやってこないとは思うけど、これはキャリアの差を見せつけられたよね。そうなんですよ。もう合わせだけ軽くちょんと。はい、ちょんと。あ、危ましたわ。危ねえ、カウンター。これはね。これは痛かった。でもこの後ね、ラッシュがあるから、追い詰めて、絶対勝てたっていうシーンもあるからね。逆にね。この後も、まあ、今度自分が攻勢に回るんだけど。こっからもうラッシュだね。コンビネーションでコーナーまで追い詰めた。リングだったら、リングだったら逃げられないでしょ、これは。これ多分リングだったら、あの、追い詰めてたと思うんだよね。いや、本当に本当に。全部くっついてるでしょ。相手が見えるようになってるでしょ。前だったら追いかけられなかったから。スポットで全部動けてるから。いや、無意識じゃないよ。ちゃんと追いかけてるよ。大体分かってきた、だんだん。まあこんな感じだったかな。今日の練習はこんな感じでした。面白いでしょ面白いでしょ。見てても見応えあるでしょ。相手も上手い人だと、うん。右はね、どちらかっていうと左を当てようっていう感じだな、俺は。左が起点になってるから、右からいきなり出すっていうのはないね。うん、左起点だね、どうしても。ジャブからっていうのは。でも手数がちょっと少ないんだよね。もうちょい手数多くてもいいかなと思ってる。昔は乱れてたよ、うん。だけど、姿勢が乱れるっていうことは、もう隙だらけになるのがよく分かったから。前にかがんじゃってたわ、昔は。亀になっちゃってたの、こうやって。だから、その癖はなくなった。どんだけ打たれても、崩さないっていう、うん。昔はもう、パンツが飛んでくるたびにこうなってたの。それでもう、ボッコボコ。もう、サンドバッグ状態にされてたから。それは、訓練でなんとか、目が慣れてきたんだろう。滝蓮太郎みたい丸メガネだからでしょ。まあ前よりも確実に強くなりましたよ。まだまだ弱いけど、強えって感じはしないけど、まあ戦えるぐらいにはなりましたよ。リング上げてもいいんじゃんって感じじゃん。そこそこ見せられるようになったよ。いや、期待してていいよ。期待して、うん、
分ね、KO を見せられると思うよ。KO。うん、期待して。KO。16音声 KO を取るの、プロでも難しいって言われてるから。初見さんありがとう、来てくれて。コメントありがとう。楽しんでって。楽しかったらフォローしてね。うん。ステコロっていう格闘技のイベントに出るんで、今日練習終わりです。で、みんなで格闘技の話してました。そうなんだよね。本当上手い人はね、その、意識悟られないように当てないといけないからね。ノーガードのところにポンって放り込まないといけないから。どうしてもね、殺気とか動きを取られちゃうんだよね。だからね、手をこう振るようにしたんだよね、ちょっと。ハッピーハッピーさん、パフェありがとう。ありがとう。サンキュー。格闘技は、試合とかスパーリングはアドレナリン出てるから痛くないんだけど、次の日とかもう超筋肉痛だし、すげえ体ガッチャガチャになるよ。すごい嫌だよ。やりづらいっていうか、もう次の日体が動かなくなるから。今日はでもそんなハードに追い込んだって感じはしないかな。普段より練習の時間短かったから、明日軽い筋肉痛だろうなみたいな。試合当日どれくらい閲覧行くんだろうな。多分2万、同時閲覧2万とか行くんじゃない？多分サーバーダウンすると思うよ。あんだけ名だたる配信者が集まるわけだから、とんでもねえことになるでしょ。毎日走ってますよ、もちろん。走ってます。持ちの論ですね。この前なんかね、40分走ったからトレーニング3時間やったからね、体ガチャガチャになったよ、本当に。死ぬかと思ったわ。落ちる？うん。まあ、相手が死なないことを俺は祈るよ。本当に。選手が、もう二度と俺とやりたくないって言わせるよ。二度と和道とはやりたくないって。生きてたら正解だよ、相手は。生きてたら正解。サバ落ちはつまらないです。和道さんとは戦いにくい。どうなんだろうね。俺も人と試合するっていうのが初めての経験だから、リングに上がるのも初めてだし、何から何まで初めてだから、俺は全部がやりづらいからな。本当にやりづらいよ。未経験のことだらけなんだもん。武器はないわ。武器はなしだよ。なんで武器ありなんだよ。ちゃんとポスターに書いてあるでしょ？うん。ほら、バールなし、ピッケルなし、チェーンソーなしって書いてあるでしょ？ほら、読んで。ここに書いてあるでしょ？バールなし、ピッケルなし、チェーンソーなしって。うん、ここにも書いてあるよ。包丁なしって。武器ダメだよ。捨て頃って素手の戦いって意味だから。包丁もなければ、
バールもピッケルもチェーンソーもありません、今回の試合は。うん、今の映像見ただけでこの人とはやりにくい感。あったでしょ？ウィンさん。みんなちゃんと本気で戦うんだよ。これ俺ね、ワードね。石川紀之、桃七、ナーボー、新八丁、リオちゃん、ララピ、ルルピ、TJ。で、選手が、ポンスケ、ヒカルくん、3倍目ヒカル、ワドー、テルチャンピン、セブン、キンバエ、パルパル、ドレ、ミヤビ、サトミ、ズキティ、ベンジョ太郎だから。なかなか面白いよ。いい試合、いい試合しないと。サバ落ちしたらリスナーはね、がっかりするだろうね。なんだよ、見せろよって、ふざけんなよってなるだろうね。試合見てーよって。女の子は女の子同士で相撲をやるね、相撲を。相撲をやる。石川紀之さんは解説ね。解説。だから実況席に座る。すべての戦いを解説するから。まあ、ここはもうプロ中のプロだからね。もう、俺から言うことは何もないよ。紀之さん盛り上げてくださいよって。頼みますよ。いい味出るよね。ビッグイベントだよ。あのこれは便所太郎さんのツイキャスで放送されるからね。でもし楽屋トークとかが見たい人は動画で俺の YouTube で流すから、俺の YouTube 登録しといて。チャンネル登録 YouTube ね。そしたらあの楽屋で何があったのかっていうのを動画で流すからさ。 YouTube チャンネル登録お願いします。そしたら、あれでしょ？いつでも見れるから。これね。これ頼むわ、みんな。うん。チャンネル登録お願いします。楽屋でもしかしたら殴り合いになるかもしれない。このポスターかっこいいよね、デザインね。ねえ、いろんな選手見れるよ。ワドーだよ。リングネームワドーだよ。モカモカさん、バーガーありがとう。いつもありがとうね。ありがとう、アイテム。
もう1ヶ月だよ。でも仕上がってきたから俺はよく練習しといてよかったと思ってるよ。首？ああ、治った、治ったつか、まだ痛いけど腫れてはないかな。まだ痛い。うん、でも腫れはないね、今。痛いね。今日もスパーリングしてさ、みんなに強くなった強くなったって、あと普通に経験者って言われたもんね今日なんか、うん、今までだったらさもう弱えとかさ猫パンチとかもうぶったたかれてたけど、今日はいい、いいよ、今日は良かったよ、我ながら良かったですよ、仕上がってきましたよ。まだまだ強くなれるから、残り20日間でどうするかだよ。残り20日間でどこまで行くかだよ。メンタルケアっていうかメンタルトレーニングだよね。もう精神力、フィジカル、技術のこの心技体は3つとも全部大事なの。極端な話、フィジカルなくても技術とメンタル強いやつって強いんだよ。で、下手したらメンタルだけのやつでも噛みついたら勝てる可能性あるからね、本当に。地下格闘技とかメンタルだけのやつとかもいるんだよ。こいつ大丈夫かみたいな。怪我しないのって勝っちゃうやつとかもいるから。でも、プロになる人っていうのは、心技体全部だよね。そう、心ってね、意外とトレーニングが難しかったりするから、俺は心は一番強いと思ってるから。この登場選手の中で一番気持ち強いのは俺だから間違いなく、うん、そこはもう見どころだよ。気持ちで前に出るから。俺は技術だってゼロだし体力だってマイナスなんだから、もう気持ちでやってきたんだよ。そうだよ、だって怖くて試合出れませんっていう人もいるんだから。トーナメント制じゃないよ、3分3ラウンド1試合ずつ。トーナメントなんかできないよ、プロじゃないんだから。みんなね、あれだよ、3分1ラウンド戦うってことがどういうことか分かってないんだよ。一回やってごらん、3分間本気で拳ぶん回して足蹴り上げてやってごらん、家の中で。ワドこんなことやってたのかって思うよ。運動もしたことないやつがこんなハードなトレーニングやってんのかって。ファイターなら分かるよ、1年空手習ってます、2年やってますとか、黒帯ですとかならわかるな。それはさ、ガードが低いとか体力ないって言われるのわかるけど、俺3ヶ月前に始めたんだよ。そうなんだよ。3ヶ月間ニートを集めたトーナメント制だったら俺世界チャンピオンになれるわ。もう本当にガリガリデブ。だからヨッサンとか俺とか野田総理と、ねえ、そういう大会だったら俺優勝だよ。みーさんこんばんは。そう、前提が違うんだよ。喧嘩もしたことねえんだよ。そこを評価してもらいたい、俺は。俺は強えな、自分が強えなんて言ったこと今まで一回もないよ。コンプレックスの塊だったんだよ。それでもさ、みんなに喜んでもらいたくて、みんなにいい試合見せたくて、ここまで汗水垂らして、ね、しょんべん垂らしながらやってきたんだから。まあ、うんこも漏らしながらやってきてんだよ。全部もう失うもの何もねえよ、俺は。うん。すべてをかけてこのリングに上がるんだよ。そこを見てほしいね。僕もちょっとタイムシフト見て、お、いいじゃんって思いましたね。今日は、まあまあいいじゃんって、頑張ってるじゃんっていう。やっぱあれですね、結果が出るのは3ヶ月後って本当ですね。うん、ずっとね、何やっても手応えなかったけど、うん、やっとですね。あと20日間頑張ります。もうこっからは技術を覚えるじゃなくても、スタミナどれだけ上げられるかの戦いだと思うんで。体重どれだけ体引き締めるかっていう。あ、そうだったんで、いいよいいよ、全然。うん。全然いいよ、謝らないで。見てくれてる方がありがたいんだから。見てくれて、感謝だからさ。ありがとう。
あ、そうなんだ。俺の決め台詞はでもやるんだよ。バカバカしいだろ、つれえだろ、意味なく見えるだろ、でもやるんだよ。なんでリング上がんの、バカバカしくない、ギャラ少なくない、何もならなくない、怪我するよ、でもやるんだよ。カウンどうなったかタイムシフト見て、一言で言うと警察に突き出しました。俺の決め台詞はでもやるんだよ。そう、自分で決めたことはでもやるんだよ。YouTube もあるから YouTube の方チャンネル登録しといてください。皆さんお願いします。そう、俺はもう気持ちで戦う、気持ちだけでここまでやってきたから、全てのことを自分には気持ちしかないと思ってるから、ハートしかないと思ってるから、俺は戦うよ。タイムシフト見てきた。そう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 。もう絶対負けるなんて悔しいこと言われたわけだよ。こんなニートが、30歳のニートのおっさんが勝てるわけねえだろ、こんなブヨブヨのって。いじめ抜いたよ。飯も食いまくったよ。嫌なトレーニングもしたよ。走り込んだよ。悔しいから。ハート10個ありがとう。青山は多分、怪我するだろうね。でも俺は責任取らないよ。誓約書に書いてあるから、死んでも文句は一つも言いません。怪我をしようが、いいんじゃない、自己責任なんだから。俺は責任取らないよ、とことんやるよ。自分が持ってきたタバコはやめないよ。俺ファイターじゃないもん。俺は好きなことをやる。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるために生まれてきたんだよ。タバコは好きでやってるんだよ。人に言われることじゃないよ。タバコのことどうこう言うのは俺は野暮だと思うよ。人の生き方にケチつけるのは。当日配信しますよ。捨て頃。便所太郎さんのツイキャスでやります。後日、再放送は、僕の YouTube でやるので、YouTube 登録しといてください。YouTube は下に書いてあります。よろしくです。部屋片付けやらないとね。ぐっちゃぐちゃだかんね、いいからなんでも。ちょっとひどいよね。
ここぞっていう時の必殺技っていうか、まあ俺が出す技は全部必殺だから、すべての技が相手を殺すために編み出した技だから、まあ見ててよ、全部が必殺技だから、ジャブでも倒せるからね、ジャブでもノックアウトできるから。必ず殺す技とか言って必殺技だから、俺は口だけじゃないからね、やるときはやるよ。初見さんいらっしゃい。勝つよ。高橋さんありがとう。みんなにお願いしてるのは、勝ったらその日に開く枠で花火打って、ワードお疲れって、いいもん見せてもらったよって。気持ちよく花火ちょうだい。全員一発ずつ花火して。勝ったらね。負けたらいらない。勝ったら、ね、1000円くれ。俺に。1000円つうか、俺に入るのは500円だけど。花火ちょうだい。俺のジャブは結構痛いよ。正直言うと。俺のジャブは結構いいよ。用意しといて。ご祝儀花火。そしたらね、合流しようよ。みんなよろしくね。一発でいいから、みんなから一発ずつ欲しいから。エキシビジョンマッチはパルパルとナーボーの柔道対決がエキシビジョンだったんだけど、第7試合に変わったね。今はもう全部カードは公表されてます。エキシビジョンは発表された。だからね、芸能人も来るからね、お客さんで芸能人も来るよ。配信者もいっぱい集まるよ、お客さんで。みんな楽しみにしてんだよ。じゃあさ、みんなぶっちゃけた話、一番俺も含めていいから、一番このカードの中で興味ある試合、誰対誰なの、誰の試合が興味あるか書いて。最後に120人、誰の試合興味あるか、みんなの知りたい、書いて。一番応援したいとか、一番注目してるとか、一番見たいカード、一番のカード。いいよ、俺に気使わなくても。俺、本当に俺のこと見たい人は俺って書いてほしい。最後に教えて。見どころたくさんあるよ。こんだけのメンツが殴り合うんだから。ドレさん、俺もドレさんとヒカルくん、俺はドレさんヒカルくんは同じぐらいの気持ちだね。で、ドレさんは安心感あるけど、ヒカルくんはね、五分五分だと思ってるから、ドレさんは安心感ある。金梅さんの対戦相手どうなった？見たいのはヒカルくん。ヒカルくんバースセブンね。いや、出るんでしょ。出ると思うよ。他の人は、みんな寝ちゃった？みんな寝ちゃった？俺はヒカルくんと一緒にね、メダルかけたいと思ってるから、メダルを一緒に、ドレさんとヒカルくんと俺で記念撮影するから、やっぱヒカルセブン注目カードなんだね。セミファイナル、もうメインマッチって言われてるからね、因縁の対決だからね。ヒカルくん強いよ。絶対勝つって思ってる。そうなんだよね、力が拮抗してる方が面白いんだよね。
あれはいいカードだと思うよ、本当に。だから俺はパルパルとやらせろよっていうのは今でもあるけどね。なんでパルパルをやらせなかったんだって。うん、俺とパルパルだったら客集められるだろうって。青山より因縁あるんだから。それ逃げたパルパルもおかしいと思ってるし、うん、ふざけんなよ。パルパルぶっ殺してやったのに、うん、ういっすー SR さん、うん、ありがとう、うん、まあね、体すごい良くなったってみんなに褒めてもらえるね、うん、お腹も引っ込んできたよ。ちょっと T シャツがダボダボになってきたもんね、うん、試合当日までに仕上げておくから、体はよろしく。じゃあ皆さんお疲れ様。お風呂入ろうかな。今からお風呂入って部屋片付けようかな。うん、残り3分です。皆さんありがとうございました。YouTube、下に書いてあると思うんですけど、チャンネル登録よろしくお願いします。捨て頃の楽屋の様子を何時間も撮影して、YouTube にアップするので、ぜひ、捨て頃の楽屋風景を見たい方は、YouTube のチャンネル登録をしておけば お知らせがいきますので。チャンネル登録よろしくお願いします。うん、みんなありがとう、うん。お疲れ様。いつも応援してくれてありがとうみんな。試合当日絶対勝つんで、よろしくお願いします。残り、1ヶ月切りました、みんなで勝ちましょう。みんなで勝ちましょう。お疲れ様です。ありがとうございます、SR さん。ぜひぜひ。もし LINE やってる人、Facebook やってる人、Twitter やってる人、フォローよろしくお願いします。LINE を僕に申請するときのルールは、ふわっちの小手版を必ず書いてメッセージを送ってください。小手版を確認した後に、ふわっち、LINE は許可をします。Facebook は、5000人限定で友達申請全員受け付けてますんで、Facebook もよろしくお願いします。アカウント持ってる人は。何よりね、YouTube のアカウント登録よろしくお願いします。詳しくは僕のプロフィールページ、ふわっちのプロフィールページを見てください。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。